あの東京の人は冷たいってたまに聞くじゃないですか言うじゃないですか久しぶりに来た東京はめっちゃあったかかったですねいやすごい選挙ってこんなに盛り上がるんだなってこれはねやっぱ東京の政治が変わるんだろうなっていう初めて選挙行きますっていう20代30代の方もいますしやっぱ投票率上がるんじゃないですかどうか パー100パーはない7割いやもう8割とか言ってほしいですけどね東京の政治が変わるんだろうなっていう <laughs> よしじゃあまあまあじゃないよ <laughs> まあじゃないなんて言い出しなこと言っていとそもそも今日は選挙の初日ということで緊急 緊急ライブ配信をやってるのでやっぱ選挙の話しましょう今日はですねこれさっき日テレかな取材にも答えたんですけど手応え <laughs> いやすごかったですよ本当にあの東京の人は冷たいってたまに聞くじゃないですか言うじゃないですか全然なんか 久しぶりに来た東京はめっちゃあったかかったですねなんかあのすごいあの反応をいただいたんですよまああのねガイ演説やりますって言ったらそこに集まってきてくださる方ももだしっていうか集まってる時点ですごいですだって今日あれ何坂六本木の 欅坂詳しくないな、あのイルミネーションが綺麗なところですよ。あそこに、イルミネーション全くない、このね、真っ暗なところに、何百人かが集まってるわけですよ。いやー、すごかったですね。うん。し、あのー、移動をね、街、ま、宣、あ、車なんであの、東京都知事選、立候補しました、石丸慎治です。ありがとうございます、みたいなね。応援よろしくお願いしますって。 やるじゃないですかたときになんかすごい皆さんリアクションを返してくださってなんか手振ってなんかあのいや無視でも全然おかしくないですよあのあ,あいうのって。なのにわざわざこう「ね、ああど,どうも」っていうねこう会釈 <coughs> からあの手振り返してくれたりなんか走ってきて <laughs> 一緒に写真を <coughs> 撮ってくださったりとか,なんかすごいなんだろうな 声もかけてもらいましたし、いや、すごい、選挙ってこんなに盛り上がるんだなって思いました。いや、ない,なないんじゃないかな。まあ、少なくとも秋田方市長選挙は田舎の選挙なんで、でそもそもあの道路走ってても人歩いてないですから。<laughs> ね、商店街、人気がなくて、むしろ鹿が歩いてるっていう、そういうところなんでね。 いやなんか東京はね、あったかかったし熱気がありましたね。熱がありました、すでに。そういう意味で、なんかね、き昨日か今日ぐらいから地上波、そのテレビ局の皆さんが、ね、にわかに取材浮き足だってんですけどこれはね、やっぱ東京の政治が変わるんだろうなっていう。 だってあのねっわざわざそうやって話しかけてくださる人あの18歳です、ね、初めての選挙がこれですごく嬉しいですとか、まあ、初めて選挙行きますっていう20代30代の方もいますし20年前に投票したのも最後ですでも今回行きますって言ってくださってる方とかが,が結構いらっしゃるんですよ。 一人二人とかじゃなくて、ね、そわざわざ話しかけてくれる人の中に。っていうのを考えたら、やっぱ投票率上がるじゃないですか。どうかな、人口動態は下げるんですよ、基本的に。あの一番ボリュームゾーンが、あの選挙行ってた世代が、だんだん高齢になると、さすがに選挙に行かなくなるとか、行けなく、行きにくくなるっていう。で、下の層は下の層で、そもそも選挙行かないじゃないですか。 かかなかったじゃないですか。っていうのがあって、基本、あの少子高齢化の社会では、まあ、日本みたいな感じだと、投票率自動的に下がるんですね。でも、いや今回これ、上がるんじゃないしかも、今まで大体いい50、60の間をね、こう,う,うろうろしてるんですけど、どうかないや、100%、100%はないって 100%は出ないです。それ、どこの独裁国家かっていう、うん。余談ですけど、ブラジルだったから90何パーとか、ペルーかな。うん、あの辺はね、えっと、選挙が義務なんですよ。行かなかったら罰金とかから、ペルーか。で、罰金がまあまあするんですよ。5万円とか、お金持ってる人は何十万かな <laughs> っていうのがあってあの、大統領選挙とかの投票率が98%とかなんですよ。っていうのがあるんですけど、 いやー、それを除けば、7割、いや、もう8割とか言ってほしいですけどね。うん、でもそしたら本当に、ね、今までの選挙がちょっと馬鹿らしく見えるぐらいになるんじゃないかな。そしたらもうマスコミの、マスメディアの人と猛省してください。ね。あの、変な、 煽り方というか、ね、してても、もうさすがに視聴者国民賢いですから、うん、それじゃ釣れないですよ。受けないと思います。その、なんだろうな、昔の成功パターンにはめようとするというか、それに頼っちゃってますよね、テレビ局も。やはり。ね。うん、でも時代が変わってるんですから、やっぱ、 メディアも変わっていかなきゃなとは思いますね。はい。